ただいまご紹介いただきました大阪府、えー、住民工芸会のあるがでございます、えー、皆様お疲れ様でございます、えー、どうでしょうか今日は非常にですね、えー、内容の濃いあの講演でございました、えー、私ま自、あ、民会を長いことやっておりますけども、えー、今日の平松様と三木様の、えー、患者さん自体が自身の、えー、講演というのは、まあ、あんまり聞いたことがなくて私自身非常に今日はあの興味深い話で、まあ、これからの診療に役に 立てるかななというふうな思いいう思でございます、えー、皆様方も、えー、なかなかあの、えー、がんの話というのは非常に楽しい話ではございませんけれども、今日の話を、です、ねえー、自力化領域ならず、他の領域の、えー、病気、いろいろありますけれども、まあ、そういうことに対応するための糧、えー、として、えー、家庭の方に持ち帰っていただければ、主催者としては、えー、非常に幸せでございます。えーまた まあ繰り返しになりますけども、もう藤井先生から何,も何名も出ていますけども、耳鼻咽喉科、我々も耳鼻、喉といつも言ってますけども、確かに口ございません、えー、もっと略して耳鼻科で言って、喉はないんかというようなことがあるんですけども、えーまあ、口っていうのは喉の入り口でありまして、我々は口腔咽頭領域というような呼び方をしておりますので、まあ、その辺の要気について気になることがあれば、ですね、まあ、近所の先生にご相談いただいたらよ、えー、いかなというふうに思ってます。 あととちょっと時間来てますけれどもあの、ちょっとお時間いただいて、私ども一般社団法人、大阪府自備員会会の宣伝を少しさせていただきたいと思います。私どもの会は、もう創立70年以上を超える、えー、自備会の、大阪の自備会の集まりでございまして、現在、えー、自治会の診療所の先生方、あるいは病院に勤務の先生方、そして大阪には5つの医学部、医科大学ございますけれども、そちらに勤務されている先生方で構成されております。 会員は700名以上現在いていて、存在しておりまして、主な事業としては、当然、私たち自身の今日,今日のようなことも含めましてです、ね、知識、技術の向上のための会員向けの講習とか研修を行っておりますし、また本日のような講演会を通じまして、府民、市民の方々にです、ね、自民、公家の疾患についてご理解いただく。 広報活動をしておりますラジオなんかにも、えーえー、出させていた、だいておりますますたその中でも一番大きな事業というのは、おそらく皆さんご存知だと思いますけれども、えー、大阪市には救急事業団というのがございまして、それが運営しております大阪市中央救病診療所というところがございます。まあ、そちらで1年365日ですね、えー、平日は月曜から金曜の10時半から12時半まで夜、夜間でございます。 土曜日は午後、そして日曜祝日は午前午後と、今申し上げた会員がですね、交代で耳鼻科診療に当たっております。通常、まあ、例えば、まあ、救急病院といろいろありますけれども、やはり耳鼻科というのは非常に特殊な部分でもありますので、なかなか対応しづらい部分がございますので、まあ、病気はならないのが一番ですけれども、まあ、皆様方もご自身が、まあ、例えば急に耳が痛くなったとか、あるいはお孫さんが耳痛で泣いたとか、 あるいは、えーまあ、鼻血が出た止まらないとか、まあ、そういう疾患につきましては、え西区にございます急病診療所をご利用いただいたらと思います。まあ、これにつきましてはあの、自慢ではないんですけども、えー、日本で大阪だけでございます。えー、東京もこういう施設ができておりません、まあ。病気はならないのが一番ですけども、まあ、何かあればそういうのを利用していただいたら、我々も、えー、頑張っている会がございます。まあ、以上あの、私ども、千もばかしになりましたけども、えー、本日は長時間にわたりまして、 ご紹介いただきまして心より感謝しております本当にありがとうございました